山本太郎君れいわ新選組、山本太郎です資料1、今、社会には高齢者は集団自決、集団切腹すべきとの言説が存在します、先民意識、優生思想の塊、あまりにもひどい言動で私は許せません、総理、少子化問題解決のためには高齢者は集団自決、集団切腹するべきとお考えになりますか。岸田内閣総理大臣 まずあの全くそんなことは考えるべきではないと思います。ちょっとあのいきなりちょっと大変え常識を私の常識からは外れたご指摘でありましたので、ちょっとあの解釈に理解しましたが、全くそういったことはないと認識をいたします。山本君ありがとうございます。えー、その言葉聞いて安心しました。えー、まあそのような言葉がですね社会の中で踊っている。 特にネットの中でも踊るというような現象があるので、えー、総理にそのようなことをちょっとお聞きしました、えー、高齢者は集団自決するべきという言葉考え方は全くもって不適切であると、どうか総理から国民に対して宣言していただけないでしょうか、岸田内閣総理大臣。いやちょっとその、えーと、どなたがおっしゃったか、背景とは分かりませんが、委員から今、お聞きするうう中にあっては、極めて不適切な発言ではないかと。 感じております山本君若者の負担を増やさないために年寄りは死ねそういった言説が社会で支持されるというのは異常です高齢者が切り捨てられる社会では障害者も切り捨てられるその次に切り捨てられるのはあなたかもしれないその先は生産性が低い役に立たないと権力を持つ者たちが勝手な物差しで決めることになるだからこそ人間を切り捨てるような社会を許してはならない 誰もが歳を取ります。穏やかで充実した人生、すべての世代が送れるように努力をするのが政治の務め。資料2、高齢者は集団自決、集団切腹、この言葉の生みの親は、経済学者を名乗る成田祐介氏。この発言を受けて、成田氏を広告に寄与していた大手飲料メーカーは取りやめたそうです。そりゃそうです。不買運動が広がったりとか、株価にまで影響する恐れもありますからね。個人として、 このような考えを持つ者がいたとしても何かしらの迷惑行為などが伴わず勝手に自分の頭の中で考えている範囲ならばそれは究極内心の自由ということになるかもしれません他にも芸能の世界ここにおいては過激な発言をすることで注目を集めたりして仕事を増やすという手法は一定あることでもありますそれに乗るか反るか仕事を増やすか否か それぞれはメディアの判断、そこに政治が介入する話ではありません。問題は、民間ではない、政府が、このような考えを持つ者をありがたがって仕事を与え、飯の種を提供する。政府と仕事をしている取引があるという実績を作っていることが問題です。資料3、4。 農水省は昨年末、成田市を広報番組に起用すると発表。数日後、成田市を大臣に見立てた議事大臣会見なるネット番組を配信。ここで忘れてならないのは、農業従事者の約7割は65歳以上の高齢者です。この7割の方々を切り捨てたとしたら、日本の農業終わりです。農水省の人選、これ大丈夫ですか資料5 財務省の広報紙ファイナンス財務省この広報紙を発行する目的って何ですかえー、財務省大臣官房宇波博多君 お答え申し上げます財務省の広報誌、ファイナンスでございますけれども、これは国民の皆様を対象に、財政や税の役割、その現状など、財務省の施策内容を分かりやすく広報することを目的として発行しているものでございます山本君。昨年の7月号では、成田氏が5ページの記事、そこにゲストで登場しました、主計局と主税局の課長が一緒に対談。 これらの事例、今ご紹介したこれらの事例は、彼が発言する前ではないんですよ。高齢者は集団自決、この発言の後に起用されているんですね。総理、これらの起用は適切ではなかったとお認めいただきたいんです。岸田内閣総理大臣。 ちょっとあのご指摘の発言をこの方がされたかどうかということ、それからあの、えー、この農水省等が起用した経緯、ちょっと承知しておりません、あのしかし、いずれにせよ、先ほどの発言は不適切である、えー、これはあ強く感じます山本君、えっと。もし、この後ですね確認された後に本人が、えー、本人が発言したものであり、その発言の後に、えー 農水省や財務省などが仕事を振っていたということが確認された後には、この発言がええその、そういった起用が不適切であったということは認めていただける、そういうことですよね。岸田内閣総理大臣あの。発言が不適切であるというのは、改めて強く感じますが、えー、とその事実について、仮、ま、定、あ、に基づいてお答えするのは、 今は控えます確認をいたします山本君もちろん本人は弁明してるんですね資料の6問題発言後批判を受けてあれは単なるメタファー比喩問題提起のために強すぎる表現を使ったと言い訳してますしかしネット番組などでの発言を確認すると高齢者集団自決の必要性の発言がメタファー比喩ではないことを本人が認めてるんですね資料7 例えば問題発言の2週間後、ネット番組、これもすでに削除されてます。けれどもネット上にはこれ保管されてるんですね、様々な方が。ネット番組で本人曰く全くメタファーではなくて、三島由紀夫とかリアルにそういうことをやって、しかもそれが日本人の死に様の一つの象徴みたいな感じで、中略。普通にファッションとして腹切りは成立するんじゃないかと思ってるんですよね。資料8。 問題発言があった当日のネット番組を確認してみると、唯一の解決策ははっきりしていると思っていて、結局、高齢者の集団自決、集団切腹みたいなことしかない、中略。別に、物理的な切腹だけでなくてもよくてと、はっきり発言されてるんです。物理的な切腹も一部含む、高齢者の社会的体質を要請している。発言へのごまかしはあっても、謝罪撤回はありません。 場所や場面によって言い訳を書いたりするポジショントークの芸人、そう考えるならば政策側の判断で使う分にはいいかもしれません。一方、一時であったとしても政府の顔、省庁の顔に使って良いのか、これさすがにまずいんですね。財務省の機関紙で彼の弁明の機会を提供している場合じゃないんですよ。不適切と認めないならば、これ農水省や財務省が成田氏が言うような人べらしを前に進めようとしていると勘違いを与えかねません。 これ、総理自身が、えー、実際にそのようなことがあったってことをご確認いただいた上で、農水省や、他にも財務省、そういった起用があったことは間違いであった、不適切であったということは、確実にこれは、えっ、ー、と、認めていただけなければならない、そういう事案だと思っています。なので、それを確認した後に、えー、そのような、えー、ご発言いただけますかいかがでしょう。岸田内閣総理大臣。 いずれに私の判断は確認した上で判断するべきだと思います山本君ありがとうございますそれはご確認いただいてからということで結構でございますえっ、ー、とその回答に関しまして委員長引き取っていただいてよろしいでしょうかはい 国理事会で協議させていただきます委員長、はい、山本君今後ですね、このような人選ということがなされないように、総理が省庁にご指導をいただきたいというお願いでございます、よろしいでしょうか、ご確認、先ほどの件とはまた別にですね、今後このようなことがないように、人選という部分には慎重になるようにというように、省庁にお達しをお願いいたします。岸田内閣総理大臣 あの言うまでもなく、これ、一般論として広報活動における人選等については、より慎重でなければならない、今後とも慎重に検討すべき課題であると考えます山本君。すみませんあの、十分にご認識されてて、当然のことだということだと思うんですけど、もう一度、それを各省庁にご確認いただいた後で結構です、通達していただけるようにお願いできますか岸田内閣総理大臣。あの いや、えっ、ー、と、もう事案にかかわらず、広報活動における人選は慎重をきさなければならない。これは当然であると思います。委員長山本君。まあ、ご確認いただいたら、そういう通達を出さなければならないことにはなると思います。で、財務省、彼の起用理由は何ですか。大臣ですか。えっ、ー、と、財務省、宇な官房官、大臣官房長。 お答え申し上げますあの委員ご指摘の企画でございますけれども、これはあの10人を超えるさまざまな分野の有識者の方をお招きして、職員との対話を通じて、あの財政やあ税の役割など、財務省の政策内容への理解を深めていただくことを目的として、広報活動の一環として取り組んでいるものでございますが、先行理由といたしましては、一つはあの成田悠介氏について、経済学者としてさまざまな発信力を有しておられるということ。 第2に東京大学、マサチューセッツ工科大学で経済学を研究され、現在もイェール大学でアシスタントプロフェッサーを務めておられまして、業績としても例えば AI の社会実装に関する研究で多数の受賞歴を有しておられたり、自治体と連携したデータ、駆動型事業研究を進めておられるなど、経済に関する見識と実績をお持ちであることを踏まえて、対談の。 相手の一人として選定なお、あの、選定にあたって、今のようなことを踏まえて、選定したものでございますけれども、え、委員御指摘の発言に賛同していたものでは、あの、ございません。実際の対談においても、記事の冒頭において、 財務省職員からあその表現はまずいものであったということを述べ、成田氏からもそれはよくなかったと、とやめたという発言をがあり、このようにご指摘の言動について賛同していないことを明確にしたであで、あの財政と民主主義や、受益と負担に関する社会的な議論の必要性などについて、議論を行われております山本君。もう影響力のある人間が高齢者の人減らしということを、な、え、ん、ー、だろうな、えー、実際に腹切り。えー というようなことを思ってお話しされたわけですよね、それが問題を読んで、企業は降りたんですよ、彼を、要は広告で使うので、その事象を分かっていながら、財務省はそれを起用して、冒頭で言い訳をさせたって、そういう話ですよ、メタファーでも何でもないってことは、本人が開き直って言ってるんですよ、ね、ネット番組で、それも分かった上で起用したとなったとしたら、これ、普通で済まない話じゃないですか、言ってること分かってますご確認いただきたいです。 あのそのネットに上がっていないというか削除されたものに関してはデータとしてはさまざまな人が持っているのでもしもなければ提供いたします、えー、内閣府、消費のうち高齢者が占める割合を教えてください、えー、内閣府、林智子統括官。 総務省、家計調査を用いて計算をいたしますと、世帯主が65歳以上の世帯の消費の支出が、全世帯の消費支出に占める割合は、直近の2023年で約39%となります山本君。消費の約4割が高齢者であると、まあ、消費の専門家と高齢者を捉えたとして。 ね、それを抹殺した場合どうなるかって言ったら、日本経済崩壊ですよ。経済に関する深いご見識をお持ちであるって、財務省の先の答弁、ブラックジョークにしかなってませんよ。基本も分かってないのかってことになります。えー、資料10、11、一方で高齢者は金を持っている、そういうイメージがありますけれども、幻想です。厚労省の調べでは、高齢者の貧困率は20%、5人に1人が貧困。 生活が苦しい世帯では48.3%ほぼ2世帯に1世帯が生活が厳しい状況が高齢者。不況が30年続いて社会には世代間の分断をあおる発言が溢れてる。でも高齢者の負担を上げたとしても若者は楽にはなりません。高齢者負担が上がっても政治の場では若者の社会保険料をどれだけ安くできるかみたいな議論聞いたことないですよ。消費税を社会保障にというが10%まで上げても保険料が上がり続けている。どうしてですか 政治のデタラメさがよくわかる。何が言いたいか不毛な世代間対立を煽るなということ。高齢者の社会保障、福祉が削られれば、ただでさえ苦しい、ロスジェネ、就職氷河期が支えることになる。それは、親も子も、友倒れする可能性があるってことです。資料12、13、現在の高齢者の負担を増やして困るのは高齢者だけでない、その子供の世代、就職氷河期世代、いわゆるロスジェネに大きなしわやせがやってきます。 段階の世代たちやその後の世代に生み出された子供たちは人口のボリュームゾーン。現在30代後半から50代前半。その約2000万人がロスジェネと呼ばれる。日本経済の本格的景気悪化と社会に出るタイミングが一致。就職もままならず、国からの支援もなく、非正規、バイトで生きてきた人が多くいる世代。資料14、15、25年不況。その日本の中で所得の中央値、真ん中は131万円下がった。 一方で、世代別で見ると、その中央値が一番下がった世代が、ロスジェネ。175万円下がった。資料16、未婚率、結婚してない率。左は90年、右は2020年。この30年で、40代後半、男性の未婚率は4.4倍、女性は4.2倍になった。どれだけ景気悪いか、これ見たら一目瞭然です。人口のボリュームゾーン、氷河期世代の人々は、一人生きるだけで精一杯。 家族など持てない人多数。少子化の一番の原因は国が氷河期世代ロスジェネに経済的支援を怠った結果です。資料17、18。自分の老後が心配、そう答える40代単身85.2%、50代単身87.7%、すぐに、もしくはこれから抱える親の介護。資料19、20、ロスジェネ第一世代、親の介護突入してます。 今後10年で親の介護に関わるロスジュネは3倍に増えるとも言われる。介護をやりながら仕事もやって、貯蓄までできるの一握りだけですよ。できない人は相当数に上るはず。つまりは何が言いたいか実態を調べるしかないんですよ。どういう状態にあるかってことを。そのためには調査が必要ですね。資料21。 2022年12月、本委員会で私の求めに対して総理は今ある情報を点検し、必要なら調査を関係部署に指示するといった、どんな指示を出してどんな点検をしたのかってことなんですけど、残念ながらロスジェネに特化した生活経済実態調査を行ってないんです。一方、GLTP による調査を行われた。たった20人だけ。ロスジェネ2000万人いるんですよ。GLTPT 調査に反映された今回の予算、含まれてますか、含まれてませんか、一言でお願いします。 えー、は畠山内閣官房し推進室長、室次長お答え申し上げます、えー、ご指摘の調査は令和6年度予算案の閣議決定後の公表でありましたため、新たに追加した施策、予算項目はございません、えー、このジ GPT とは日頃から意見交換を行っておりいまああのそういう意味では新たに追加した予算項目はございません山本君、2年前にお願いしたこと、調査は20人だけ行われた、でもその実態が反映された予算にはなってない、総理。 ちゃんんとしたたた拡大調査やっていいだきたいんです日本の将来、この先化、地獄化するかどうかがかかってるんです、ご検討いただけないですか、調査に関して。簡潔にお願いいたします、岸田内閣総理大臣。あの昨年取りまとめた経済変異対策、そして来年度予算においても、あの就職氷河期世代を正規雇用する際の、 助成金、これを増額するのと合わせて調査ということにつきましても、地方自治体に向けた交付金による地域による実態把握の促進、こういった取り組みを行っていると承知をしています。てたえます今そう答えました委員長 委員長がお答えいただきましたね、検討するというお答えだったということで、はい、いいで総理、よろしくお願いします、はい、このロスジネを救うことが、日本を地獄化しないことの鍵を握っております、どうか調査、大規模によろしくお願いいたします以上で山本太郎君の質疑は終了いたしました。